8月20日に約1年ぶりに、シングル、ゲットアウェイ、ザ・ジョリー・ロジャー、を、発売する VAMPS。バンプス新曲、映画、ドラキュラゼロ、イメージソングに、8月19日、東京、お台場エリアで、開催されている、お台場2大陸、の、ライブ企画、目覚ましライブ、に、出演した。バンプスの出演は、8月13日より、シークレットゲスト、として、隠されていたが、19日当日の朝放送の、目覚ましテレビ、にて本人たちの、コメントともに出演を発表。チケットは朝8時より発売開始され、即完売となった。今年初の夜開催となったバンプスの目覚ましライブ、その超貴重なチケットを、持ったファンたちが、目覚ましライブ、会場となる、2大陸グレートサマー、スタジアム、に、集結、まさに、暑い、夏の夜を、満喫した。20日リリースとなった、ゲットアウェイ、を、ファン待望の初披露し、ザ、JOLLY、ROGER、をはじめアンコール含めての、今の VAMPS を、凝縮した7曲を、パフォーマンス、約40分のステージは熱狂と、共に瞬く間に駆け抜けた。ライブ中、ずっと新曲を、出さずにライブばかりやるバンドで、有名なんですけど、シングル出さないとみんなに怒られちゃうんで、明日ようやく出します。とヒデが、コメント。そんなシングル、ゲットアウェイ、ザ・ジョリー・ロジャー、から、ゲットアウェイ、の、配信も8月20日に、開始した。